ダビド4世は、グルジア王国の国王である。建設王と呼ばれる。当時、グルジア王国の首都だった区大使で1073年頃に誕生した。バグラチオン家の一員であり、父親は、グルジア国王ギオルギ2世であった。1089年、父親ギオルギ2世より王位を譲られ、16歳の時に国王になった。治世中、長年にわたって、高カサス各地で、 セルジューク朝との戦いに費やす。ダビド4世は大幅な軍事改革などを行った。1121年8月12日にダビド4世、率いるムルジア軍は、トビリ市の西方40キロにあるリドゴリで起きた、リドゴリの戦いで、セルジュークトルコ軍を撃破、決定的勝利を収めた。その後、グルジア軍は、コーカサスの南方に兵を進め、領域を拡大。 さらに当時の主要都市兄を攻略した。また、1122年に首都を、区大市から飛びリ市に選都している。ダビド4世は、大変に教育熱心であり、人々に教育を施した。学校や学院が多数建設され、特にゲラティアカデミーは名門であり、グルジア文化の中心地であった。さらに、コンスタンティノープルに留学生を多数送り、 グルジア王国の文化発展に尽力した。ダビド四世は1125年1月24日に首都トビリシで死去。ゲラティ修道院に埋葬され、グルジア正教会によって劣勢された。ありがとうございます。